ハハナウホシ TQ2020。 So no you to kusi dai ti ha alien ni yo ti you ba wa ra ti si mata。 Oh no。How nets no say to you wani ta ta sale ta jinru I ha sai go no kibu ni no zomi wo kaki ti iru。 So no sai go no kibo you to ha。 タコタン、君の力が必要なんだ。どうも、オクタンのジャンプパッドに乗ったオクタンです。今回は最近大ヒットした漫画であるタコピーの現在が完結したということで、タコタン星のタコというゲームではなくタコリタミーツポテトをプレイしたいと思います。なぜタコタンをプレイしないのかというと、タコタンは普通に遊べるゲームだったからですね。軽く説明すると、タコタンは横スクロールシューティングゲームで、内容は至って普通です。問題があるとすると、アイテムを入手してタコタンの使用武器を変更できるのですが、初期武器以外も未性能で使い物にならず、実質初期武器以外存在価値がないレベルです。特にこのバウンドボムとか横スクロールシューティングって言ってんのに、カスみたいな射程です。そしてこのヨーヨーとか見るに耐えないレベルでクソです。あとは最近新作が発売した星のカービィさんに登場するクラッコと限りなく近いボスが登場することくらいでしょうかね。最後に明らかな入り口だと思った場所がまさかの敵だったというところが笑いました。死に方がロックマンじゃねえか。とまああんな感じで、タコタンは普通のゲームだったのでちょっとの紹介に止めておきます。でこのタコリタミーツポテトなんですけど、この画面を見ただけじゃタコ要素なんてなくね、と大思いの底のあなた、実は画面右側にいる主人公のタコリタ姫は下半身がタコという化け物なので、実質タコゲーなんですね。これがタコゲーすぎゃ。このゲームがタコゲーだったということが判明したところで、早速プレイしたいと思います。デュエル開始。皆さん、揚げ物は好きですか？もういきなりなんですかい？揚げ物のない生活は、一体どんなものだと思いますか？いや、投稿者は、もう31歳なんで、もうそろそろ揚げ物は。いやー、きついさ。で、海の底には、まだ揚げ物と会えていないお姫様がいるそうなんですけど、そんなの。当たり前やん。で、そんな姫様とフライドポテトが出会う物語らしい。どうしたんだ。深海に住むタコリタ姫は毎日スープと海藻しか食ってないので、ブチ切れてるみたいですね。なので護衛のメルという人魚を連れて陸へと食材を探しに行きました。で、毒に上がったニメイは陸上に適応するために、護衛のメル格好数の下半身が魚なので魔法を使って人間の下半身にします。その代償としてメルは声を失うことになりました。で、タコリタ姫はスカートでタコ足を隠しているので、このような魔法を使う必要はないみたいです。おい、レーティングはどうなってるんや。あっ、悪い、俺チーカーのこと好きだわ。こうして地上に進出した魚とタコは原住民と合流します。名前は女性がイナで男性がビノというのですが、ビノという男はなぜか恐竜の服を着ています。なぜこういった格好をしているのか最後まで明らかになりません。そうこうしてるとタコリタ姫はイナが作っていた鶏の唐揚げを無断で食います。いやー、うまい。あまりの美味しさに姫は感激します。これを機に姫は揚げ物の美味しさに目覚めて、新たなるメニューを探し求めることとなります。ここだわ。そして
姫は、猛ヒントで地面に埋まっているジャガイモを掘り当て、そしてこのジャガイモをノーヒントで細かく切ってから揚げるという超の都合展開でフライドポテトを完成させます。フライドチキンにしてやるぜ。その後姫はフライドチキンのさらなる改良を目指して食材の探索を計画します。で、選択肢が発生するんですけど、今更ながらこのゲームはノベルゲーです。で、ノベルゲーには必ずと言って存在する選択肢でルート派生するんですけど、このゲームの選択肢はこれを含めて2回しかありません。なので1時間程度で全ルート視聴できます。内容もフライドポテトをひたすら食うだけで終わるので本当にペラペラです。なぜ家庭用ハードで発売されたのかわからないです。まあ愚痴っててもあれなんで、とりあえず火山に行ってみましょう。こうして火山にやってきたタコリパ姫とイナですが、足場が悪かったみたいでイナが負傷してしまいます。それに対してタコリパ姫は、やった出会ってまだ5分程度ですが、タコらしく熱烈なキッスでイナを落ち着かせます。そして次の食材候補の唐辛子を発見。そして2人は唐辛子と唐揚げを合体させた料理を食ってなぜか泣き始めます。しかも火山の麓に男2人を待たせているのに抱き合いながら寝てしまいます。今夜は返したくない。こうして2人は無事結ばれました。来ましたわ。性的なほのめかしって書いてあるから、書いてあるから。イナを開発したタコリタ姫はついでにスパイシーフライドポテトを開発。これには住民も大満足。どうやら泣くほど美味しいようです。ねえタコリタ。うん、私タコリタがどんな生き物でも構わない。つーか文字送り早すぎボケかす。これからも一緒にいる。料理担当は私なんだから。いやん、シクシク言わん。え、終わりやと、まあこのようにどっかシラのペアが雑にくっついて新しいフライドポテトのメニューを開発して強引に終わります。これこそがタコリタミーツポテトなのです。で、今度は火山ではなく滝ルートを選んでみたいと思います。大丈夫。はい、この大丈夫というボイスがこのゲーム唯一のキャラクターボイスです。あ、アナゴさんかな。キャラクターボイスが一つしかないというあまりにも男らしすぎる仕様です。で、こうなった経緯を話すと、リノという少年が滝壺に落ちてメルに救助され、この大丈夫というダンディな声を聞いたら、純情少年リノくんはなんて低い声というか、なんか腰が、これは落ちたな。リノくんは超速で同性のというか魚のメルメルくんに心を奪われてしまいます。一応メルは魔法の影響で喋れないという設定でしたが、水上だと喋れる限定仕様らしいです。リノとメルが恋に発展していた間に、タコリタ姫はのり塩ポテトを開発。え、フライドポテトのメニューを開発したらまた終わりだろ。だってそんなことないですよ。そりゃあお前、終わっちゃった。まあ普通に終わるんですけどね、初見さん。いや、なんだろう、本当に雑、全てが雑すぎてよくわからないって。こうして雑な恋愛用を元消化しつつと、ポテトのレシピを普通入手したタコリタ一行は、ずっと前に地上に上がって行方不明となっていたクラーケンおじい様と再会します。そしてフライドポテトを開発したところで、水中の運搬が難しいので無駄だと言われます。でも魔法が存在するこの世界で、その問題でつまずくのは草。
そしてディップソースだとかケチャップだとかチーズだとか基本の味付けを開発してないことを説教されます。旅はまだまだ終わらないの読める。延長だってできるし、そもそもこんなに早く終えたら私の気が済まないわ。面白そうだから付き合うよ。あ、あれ、この流れは俺も暇だからいいで。レッツも待っていなさい。私の理想のフライドポテトよ。俺たちの満足はこれからだ。はい、これが最後のエピソードの終わり方です。完全に打ち切り、漫画のそれです。普通に1時間くらいで全ルート制覇できました。スキップをフル活用すれば10分くらいで終わるんじゃなかろうかというくらいのボリュームです。こちらがルート一覧なんですけど、すべて解放してもこのくらいでしかありません。まあ500円なんでこんなもんかって感じなんですけど、話の内容があまりにも薄すぎる上に展開が雑すぎてやばかったので、ワンコインプライスにしてももうちょっとなんとかできただろとしか思えませんでした。これに対して価格が200円高いタコタンですけど、タコリタよりは全然遊べますし、普通にゲームとして成立していたので、もし買うならこちらがおすすめです。はい、どうもクソ投稿者です。タコリタの方はね、エンディングが一切なかったんで、タコタンのエンディングで代用させてもらってます。一応、2つのゲームを完走しての感想というか、なぜこのような動画を上げたのかというと、完全に、タコビーブームにね乗っかろうとしたところ、なんかいいゲームないかな、うん、そうでもないなみたいなことを考えてたら、やべえ、いつの間にかタコビー終わっちゃったわってなって、急遽ね急いで収録して動画化したっていう次第なので、本当に動画の内容ともどもいろいろガバガバなんですけど、許していただきたいです。で、今回やったね2つのソフト以外にも、あの助けてタコさんっていう、3年前ぐらいに、発売されたスイッチとかでね発売された、タコゲームあったんですけど、ね、こちらはあのなんかバランスがめちゃくちゃ悪くて、あの配信停止になるぐらいなんか結構やばいゲームだったらしいんですけど、あの修正パッチが当てられて、スイッチ版ではそのまま配信停止のまま、あのスチームだけあのファイナルソードと同じでなんかディフィニティブエディションでしたっけ、そんな感じでなんか修正版みたいな感じで再販という形が取られていたので、まあかつてのねやばいバージョンを楽しむことができなかったっていうことで、まあそこはね、今回の動画には収録できなかったんですけど、本当言うと、それが一番やりたかったです。だってスイッチを床に叩きつけかねないと評価されてるゲームだったら、まあ、そりゃやりたいですよね。はい、ということでね、以上で、今回のタコゲーの動画を終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。大丈夫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 。